はいどうもひげちゃんでございます。今日は2月の21日かな、日曜日でございますね。今日は千葉県の柏市に向かって、移動日でございますね。明日月着卸なんで、まあ荷物はね金曜日にねもう用意済みしてた荷物ですね。でまあ土曜日ゆっくりして日曜移動日で月着というようなお仕事でございます。いいですね、移動日は時間に追われないのでねいいですね。はい、というわけで今名神を走っております。まあ昼前に出てきたんでね、まあ向こうねどこで行こうかな、どこで泊まろうかなとは思ってますけど、まああんまり行き過ぎるとね、前ね休みの時やったら楽勝かなと思ったら全然バチバチに止められへんかったんで、なかなかもうギリ止めれたぐらいやったんで、まあ足柄ぐらいまで行けたらええかなという感じで、で8時間休息後千葉県の柏に向けて、ね、明け方ぐらいに移動しようかなという感じでございます。まあ、金曜酔い済み行ったところがね、滋賀県の湖南か甲賀市かあの辺ぐらいで酔い済みして、酔い済みだけして帰ってきとったんですけど、まあなかなか雰囲気のいいところで、まあ荷物はね結構精密機器的な感じなんで、まあちょっとむき出しになってる部分もあるんでね、まあ結構慎重に運ばなあかんなと思ってるんですけど、雰囲気のええ積み場でしたね、そこはね。ほんまリフトの人がすごい感じのいい人で、まあ荷物もね結構積みパッと積めるケースもんではないのでね、こうやってここに発泡とか緩衝材挟んでとか全部教えてくれて、で通りすがりのね馴染みのドライバーさんみたいなのがね、おーちゃーみたいな感じでねないなーみたいなあーでもないこうでもないでとか言いながらね、行きがけに会話をしていくみたいな、そんな感じのいい雰囲気の積み場でしたね。まあ、僕が積み込みのためにねホーム付けした時も、ね、隣で積み込みしてたおっちゃんがね、ちょっとドライバーさん中見せてくれへんかって言うから、なんか変なもん積んでるかどうかチェックしようのかな思ったら、でもドライバーさんしな、なんでですかって言ったら、いやハイルーフ見たいねって言うてねハイルーフ見てみたいねって言うて、ああそうですか、全然いいですよとか言ってね、もう雰囲気が何しかいい積み場でしたね。ほんまこうやったらもうね何回でも行きたい積み場でしたね、今回のところは。はい、約4時間弱もう走ってきました。ここはね、天竜川ですね。もう75キロぐらいでね、まあ走ってきたんでのんびり、全然本当は、牧之原の茶山邸に行きたかったんですけど到着しません、届きませんなので、遠州豊田で、まあ遅めの昼飯、15時過ぎなんで遅めの昼飯いただこうと思いますね。まあ、遠州豊田のね上りも初めてですね、入ってくるのは。これ下りは行っとったことあるんですけど、上りはねなんかララポートが見えてるんですよね。まあ行くつもりはないんですけどさあ遠州豊田の一休みしましょう。上りですね。さあここで、あここやね、ここで飯食うていくでしょ。まあこの時間が人も少なそうやね。はい、遠州豊田で昼食、焼肉定食でございますね。私ラーメン食うか焼肉定食か二択になりつつあるような気もしますが、まあねご飯は当然大盛りにしていただいております。非常にねご飯の進む美味しい、焼肉定食でございましたよ。
これね、ご飯をこうバウンディングさせるたびにご飯の色が茶色に染まっていく、まさに茶色の魔力ですね。あらー、こら綺麗だ。いや、久々にね、由比の海岸沿いを来ましたね。目の前には富士山、右にはね、海が広がっていて、左はこれ1号線ですね。なかなかの絶景スポットですね。まあ夜はしょっちゅう撮ってたんですけどね。いや、そういえばね、休みって横浜方面ね、東名めっちゃ渋滞するんですよねこれ。まあそんなこんなもありますんで、足利ここでもう止まってしまいましょう今日はね。明日時間ね、ちょっと余裕持って、千葉の方に向かおういう感じでございます。まあこの6時ぐらいです、今18時ぐらいなんで、いけるでしょ。いけるでしょ。まあそれでも結構ね、パッとああどこでも行けるいう感じではないですね、やっぱりね。まあどの辺行こう、この辺から入りましょうか。いやー、やっぱりいつ来ても多いね、足柄ちゃんは。前も結構多かったけど、まあ空いてるでしょ。空いてないな。そう簡単に空いてないな。いやもうマジでここで泊まりたい普通に。え、行けへんの？行って行って、俺泊める、ありがとう。マジっすかって感じ。めっちゃ端っこやし、もうこの一番端っこのとこしかまさか空いてないっていうね。いやー、もうせっかくやからね、水汲んどこうと思ってんけど、ペットボトルに。一番奥に止めたら一番手前やね、水汲むとこ。めっちゃ遠いですよこれ。まあブラブラ歩きながら行ってますけどね。めっちゃ多いわ人、ほんま。車も中もいっぱいや。まあ今日はもうご飯は中で食べないですけど。あ、この時間売店も開いてんねん。とりあえず水くも水。あった。ここですな。はい、というわけで足柄の方にやってまいりましてですね、今日は久々にまあ軽い自炊しようかなと思っております。まあね、土井ひげはる先生が出てくるほどではないのでね、おひげちゃんがやらせていただきますけども、今日はね、土井ひげはるもスタンバイしてますよ。いつでも出れるんですけど、もうコンロはねちょっと使わないんで、このちょっとね、モーリアンヒートバッグ、これ結構あったんで、あれから使ってなかったんで、これでまあレトルトカレーとでも作って今日は食べようかなという軽い動画でございます。軽い、足柄の食事でございます。まあ今ね、ご飯はこれで炊いてるんで、まあ今はね、ご飯はこの弁当箱型炊飯器で炊いてますんで、1合ほどマックス1合炊いてますんでね、これを待ちつつ、こっちの方で、ちょっとレトルトの方温めて、あとコロッケとがねちょっとだけ凍ってきてるんで、それのせいで軽く食おうかなという感じでございます。まあ作り方はね、前動画で1回やったんでそんな詳しくやりません。付属でついてる加熱剤を入れて、でレトルト入れて、で規定のお水をここに注いで入れるだけ。あとは20分ほど待てば OK かな。はい、こいつをここに注ぐと。いね、でもこれだけで加熱していくからね。でこれを閉めるとします。うわー、来た。あ、もう始まった、もう始まった。しっかり閉めて。あれ、ちゃんと閉まってないこれ。あたたたたた。
ちゃんと閉めろ、熱い。はい、ちゃんと空気穴あります。これね、なんか水素が若干出てるみたいなんで換気はしときましょうね。はい、これで、ね、はい、こんな感じでもうもうと煙が出てまいります。はい、これはね、いつもの恒例のまさにビッグバンベイダー状態ですね。これは皇帝戦士が現れました、復活でありますなんてね、前の動画でも言いましたねはい、これで収まるまで20分ほどビッグバンベイダーを待ちたいと思いますね。おわ、たた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 た、いい感じでございますね。ツヤツヤのご飯、さあこれを持って食べていきましょう。まだ熱々やまだ若干ジュワー言うてるな。まあもうこの辺で取り出しちゃいましょうか。おお、ぬくもってるぬくもってる。いやー、久々久々に、まあトラックでまあ飯作ったよほどでもないですけどね。今日はもうちょっと節約のためにこいつをいただいていきます。カレー丼になったね。お、うかい、おいしい。これはまあ手軽ですね、結構ね。まあ片付けも簡単やしねコロッケとエルチキチキンと、あと温泉卵か、あの半熟卵と。うん、うめえ。あーカレーもありきたりなもんやけど、うまいうまい。やっぱり自分で作るとうまいな。くそー、エルチキがでかいこのエルチキもしっかりカレーがついて、うん、うまっ。白やからこれ飛ばしたくないわ卵も潰しちゃおうかな。おー、うん、いや、これカレーのかかったチキンめっちゃうまいな。そういえばちょっと知り合いから聞いた話なんですけどね、パーキングエリアとかで、まあ、ゴミ箱あるじゃないですか。ゴミ箱が、まあ、カラスかなんかにね、荒らされとったらしくて。で、なんかそれを、女性のね、ドライバーさんが、なんか片付けてる様子が、まあ、一般の方に見られて。で、あれでしょうね。会社のなんかこう、メールフォームみたいなのがあったんでしょうね。そこに、こういう、お宅さんの社員さんがこういう風な活動されてました、みたいなね。なんかお褒めの言葉が届いてた、みたいな話を知り合いから聞いたんですけど。ああ、やっぱり女性のね、トラックドライバー進出してきましたけど、やっぱりそういう女性のね、こう気遣いとかいうのはもうやっぱどんどんこの業界にも取り入れてほしいなというふうに思いますよね、やっぱり。まあこの業界ってね、まあ男社会と言われますんで、結構ね、まあドライバーが困ることで雑把、大雑把な対応で、結局ドライバー現場行ったら、あれは聞いてない、これ聞いてないみたいな行き違いで、結局、まあドライバーが謝ったり時間取られたり。まあそういうところも結構雑把な部分が多いです。でもやっぱ女性ってやっぱこう結構ね、きめ細かくこうやってくれたりとか、前も女性のリフトの方がね、担当やった時にもう結構おろしとか結構細かく説明してくれたりね、わかりやすく説明してくれたり。まあ女性の力、必要ですよね。うん。ほんでまあパーキングエリアのね、ゴミ捨て場、うん。やっぱりね、その時はカラスのね、仕業やったみたいですけど、やっぱり荒れてるとか、まあ、ゴミ箱行かずにね、まあ、その横でタバコの吸い殻ポイしてるみたいな光景を見たりとかね、まあまあ、ああいうことはもう絶対良くないですし、まあ、本当まあ見つけたらね、本当、ゴミ箱捨てるような、活動をそれぞれ見ながらあかんなというふうに思いました。まあ、かといってね、わかり間違ってもね、もう、ゴミ落ちてるというところを見つけて、YouTuber さん三脚立てて、その拾う様子をね、撮影して、こう、ゴミ箱捨てます。うん、こんなんいけないよね、なんてね、そんなアホみたいなね、動画は撮ってあきませんけども、まあね、まあ一般のね、ドライバーさんであろうが、まあ YouTuber であろうが、まあ、それは関係なくね、見つけたらゴミ箱捨てるようにしましょうね、ほんとね。
よし。まあ今の映像はね、アルスジから極秘入手したやつですけどね、もう本当本人の名誉のためにね、あのちょっと画像は加工させていただいておりますけども、まあ、こんなことしないようにというわけでね、今日はこの辺で終わっとこうと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイナウ。茨城に降り立つヒゲちゃん、トラステラーメンショップ初物を堪能する。最後は大阪直美みたいな人まで出てくる。次回ヒゲちゃん、あれがない茨城トラステの秘密、ラーメンショップを初体感。お前はもう食べている。全国のヒゲちゃんファンの皆様、お待たせいたしました。天才ぼやき様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないとお仕置きだビー。